ピンス辞めて YouTuber やるって言った時の周りの反応どうでした、はい、一番多かったので言うと頭おかしい、キエンスでこう仕込まれてるんでその辺のミスはない自信があるんで、そこでこう差別化して受注につながったりとかっていうのはあります。キエンスの営業力がある程度身についてたら、はい、フリーランスだったら次100万とか別になんかそんな難しい数じゃないかもしれません。ということで今回引き続き、オキャダレベースボトムソーさんにお越しいただきました。お願いします。お願いします。オキャダレベースっていうのは何ですか？はい、オキャダレベースというのはですね、我々今コンビで活動してるんですけど、相方がですね本当に社会不適合者なんですね。不動産会社に勤めてたんですけど4年間で営業がゼロという偉業を成し遂げましてですね、お客さんが誰もいない状態だったんですね。それをちょっと略してオキャダレということでやらさせていただいております。どうぞよろしくお願いします。なるほど。お客さんが誰ってこと？お客さんが誰もいない。誰もいない。誰もいない。誰もいないを略したオキャダレ。そうです。あ、なるほど。ムードメーカーだったのかな。あ、そうですね。彼はモノマネが上手だったんですけど、うんうん、飲み会でモノマネをするっていう要因だけで、うん、基本給をもらうっていう、こうモノマネフリーランスという、ぜひストックさんに入れて確かに。で今キエンスを辞めた後、はい、YouTuber を、はい、そうです、されていると。そうです、うん、キーエンスと YouTube の両立はできたんですか？できたので今があるんですけども、うん、めっちゃ大変でした。そうですよね。大体キーエンスって14時間労働ぐらいなんですね、うん、朝7時ぐらいから始まって9時に終わると、うん、でそこから夜中3時4時まで編集とか撮影とかいろいろっていうのが半年間ぐらい続きました。自分で編集やってたんですね。そうなんです。外注する費用がもったいないと思って。1本1万円とかかかっちゃいますもんね。そうなんです、うん、はい。何がモチベーションでそこまで頑張れたんですか？コメント欄のこう評価です、うん、はい、やっぱキーエンスってかなり管理されてる体制なので、うん、まあ、僕にとってはちょっとこうクリエイティブな仕事ではなかったっていうところで、はいはいはい、でも YouTube ってまあ全て0から100まで自分で決めれるっていう部分で、その会社と違ってすごいクリエイティブで楽しいということで、うん、なんかこう対比で楽しさを感じてました、うん、叩かれてばっかだから分かんないや。そうでしたね。いつも対岸の火事として、燃えてるとか、あ、燃えてるみたいな。そんな快感を味わってみたかった。いやいやいや、そうなんですよ。キーエンスを退職した時期と理由、はいはい、キーエンス退職した時期は今年の3月に辞めました、うん、まあ、辞めた理由は、まあ、キーエンスと同じぐらいの給料を稼げるんじゃないかという大体の目処があったっていうのが理由です、はいはいはい、YouTube が儲かってしょうがないと。いやいや、儲かってしょうがないことはないですけど。そんな儲かってんの？いや、1.8 万人です。月数十万ない、はい、ないですよね。そうですね、大体広告収入だけで言ったら10万ちょっととかですね、うんうん、まあ、それ以外のちょっと案件をかなり囲っててというかやってました。なるほど。そうなんです。キーエンス辞める、キーエンス辞めて YouTuber やるって言った時の周りの反応どうでした？はい、一番多かったので言うと頭おかしい、これにつきます、うんうんうん、はい、親とか友達は頭おかしい、はいはいはい、はい、うん、ちょっとこれ話していいですか？本当に、うん、会社辞める時なんですけども、うん、僕4年間働いてたんですよね、うん、で4年で働いて結構貢献して頑張ってきたぞっていう中で、うん、まあ、最後のこう退職日ですよ、うん、ありがとうございましたってこう感極まって、こうありがとうございましたって言ったら、うん、もうみんなお疲れみたいな、もうまた再度仕事に戻るみたいな、うん、俺もう明日も来んのかなぐらいのこのみたいな、ちょっと退職日間違えたかなみたいな、うんうんうん、まあ、そんな感じでちょっとドライというか悲しいなって思った記憶があります。なるほどね、はい、見送る側を経験してないから、はい、見送る側の気持ちが多分まだ分かんないんですよ。あ、失礼しました。そうですか、ね、見送る側からすると、はい、自分たちのコミュニティを辞めるって言ったやつが嬉しそうだと、はいはい、自分たちの存在を否定されることになるんで、はい、だからなるべく関わらないようにしたいっていうのが人間のやっぱこう 本質というかね、潜在的なこう気持ちが多分出ちゃうんですよ。人が辞めるときってみんなに祝ってもらって、おめでとうおめでとうってやると自分も、ね、おめでとうって言われたくなっちゃうじゃないですか。そうです、ね、辞めたやつがかっこよく見えるような世界観を作っちゃいけないっていうのが一般的な組織ですよね。わかりました、はい、確かに僕キーエンス史上一番の笑顔だったと記憶があります。あとは多分辞められ慣れてるっていうのもあるんじゃないですか。ああ、そうですね、うん、
確かに僕が在籍した時でも10人は売買した記憶があります、うん、俺もなんか辞めるって言った時、はい、コンサル時代なんて、はい、多分辞めたことにも気づかれてないぐらいの存在感だった。いや、ほんまですか。はい、でも4年間だとちょっと寂しいですね、はい、確かに。そうですよね、はい、4年も、うん、結構ね、そうなんです。いや、そんぐらいいてもいなくても一緒だったっ。いやいや、それはちょっと着地点がえげつないなという組織っていうのは一人いなくなっても回るんすよ、はいはい、そうですね、所詮、びっくりするぐらい回るんすよ、人がいなくなっても。いや、本当に悲しいですね。これは本当にね、もう驚くよ、本当に。まあ、それはあれですよね、会社としては優秀ってことですよね、つまり。そういう見方もあるんだけど、はい、ベンチャー時代にもう事業をゼロから立ち上げからずっとやってて、すごく自分的には活躍してた。全部俺がつながってるから任せろ俺にって言って、オラオラやってて、俺辞めるってなった時、俺辞めたらどうなっちゃうんだろうって心配してたんだけど、辞めたらね、数字あんま落ちなかったんですよ。あ、本当ですか。あ、組織ってすごいんだなってすごい思う。で、今会社やってて、はい、大事そうな人が抜けて他の人入っても、はい、何回もあるんですよね。人が辞めて傾くなんてことは、はい、社長でも何回やいなくても回るんじゃないかって思ってます。そうですね、まあ、ましては起源数ぐらいの大きい会社になってくる、うん、そうそうそう、そうだからこれは、はい、その別に転職を進めてるわけじゃなくて、はい、自分がいなくなったら迷惑がかかるからっていうのは錯覚だから。ああ、うん、間違いない。これは間違いないですね。違いないです。だから辞めたいか迷ってんだったらすぐ辞めた方がいいですよ。キーエンスで働いて今の活動に生きていること。2つあるんですけど、うん、1個は単純にお客さんと接触する時の、うん、まあ、その金額の提示とか、まあ、まさに営業です、うんうん、営業だったりとか、あとは、まあ、あのフリーランスなんですけども、うん、まあ、他のフリーランスでちょっとこう返信が遅かったりとか、はいはいはい、なんかそういう人多いなっていう印象だったんですけど、はい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 、まあ、キーエンスでこう仕込まれてるんで、その辺のミスはない自信があるんで、そこでこう差別化して受注につながったりとかっていうのはあります。確かに、はい、まあ、ぶっちゃけキーエンスの営業力がある程度身についてたら、はい、フリーランスだったら、ね、次100万とか別になんかそんな難しい数じゃないかもしれないですね。商材ありきだと思いますけど。そうですね、うん、まあ、あとは2つ目は単純にキーエンスのネームバリューがあるので、元キーエンスっていうだけで僕に価値を感じてくれる人がいたりですね、そのもう会う前からこいつはある程度できるという、うんうんうん、じゃあ最後、就活生にメッセージがあればお願いします。はい、まあ、キーエンス1社目としては本当にいいと思いますので、ぜひ受けてみてください。あれですよね、最初になんか1分間プレゼンみたいなのやるんですよね。あ、そうです、20秒ですか、ね、はい、20秒か、はい、それで僕落ちました、はい、え、そうなんですか、はい、あの株元さんがですか。伝説いろいろ惨敗してますから。そうなんですか、はい、ということで、はい、おきゃだれベースボトムソーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。